こんにちは、カメフです。アーチやオベリスクにつるバラは使えません。今回はバラを植えたい方、つるバラをご検討の方、つるバラを育てている方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、つるバラと言われるバラがあります。まあ、名の通りつる状になるバラのことを言います。バラに憧れる理由、これはつるバラを見たことによって起こるケースがほとんどです。お庭で綺麗にバラが咲いている写真や雑誌を見たとき、また自分自身がバラに包まれているような感覚を持ったとき、そのような光景、体験を得て、バラは素敵だ、憧れてしまうっていう風になると思います。憧れてつるバラを買って育てたい、育っているって方多いと思います。ただここでつるバラ注意してください。実際のところつるバラはあなたが思っている以上に扱うのが大変な植物です。万が一つるバラを使ってバラアーチを作りたい、オベリスクに絡ましたいと思っている方いましたら、この動画最後までご覧ください。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、つるバラの素晴らしさを知っています。知っているからこそ伝えたい。園芸初心者の大半の方はつるバラの認識を誤解しています。これは販売する側にも問題があるのかなと私は思います。もしかしたらバラアーチにはつるバラを使ってください、植えてください、またつるバラを選ぶときにはオベリスクがあった方がいいですよと言っているお店、店員もいるかもしれません。もしこれだけの接客をしているようでしたら今すぐやめてください。間違いではありませんが、園芸初心者には優しくない言い方だと思います。また商品メーカーサイドにも問題がある場合があります。例えば市販のバラアーチに使われているバラ、ひどいところでは増加のバラがついています。そしてもっとひどい場合はアイビーヘデラ、朝顔のようなつるにバラが増加してついている写真を見ることもあります。イメージだけでつるバラを使っていることがあるんですよね。極端なし、つるバラを植えるのであれば相当な敷地面積を要します。いわゆる広い庭でないとつるバラは扱いきれません。つるバラを這わしたいというのであれば、アーチやオベリスクというよりは家の外壁、大きなパーゴラ、これぐらいでしょう。または大きなアーチです。大きなアーチや大きなオベリスクとはバラ園とかの施設にあるような大きさのことを言います。簡単に言うと、つるバラはあなたの想像を超えるぐらい大きくなるバラです。園芸初心者の方がつるバラについて気をつけるべきポイント、これが3つあります。1つ目はつるバラは1本が長く伸びること、2つ目はつるバラの管理は大変だということ、3つ目はつるバラという言葉には騙されないこと、この3つです。ポイント1番目、つるバラは1本が長くなるバラだということ。実際につるバラは何年も何年もかけて長い枝に育っていきます。まあ数字で言うとだいたい3メートルから5メートルを超える、これぐらいの長さのバラがつるバラです。想像してみてください。5メートルのつるが出るバラに市販のバラアーチ収まりきると思いますか？しかもバラアーチの場合、両面にバラを咲かせたい場合はアーチの側面側面に1本ずつ植えることになります。片一方のバラを植えただけで両面花を咲かせることは不可能です。そう、バラアーチにつるバラを両サイド2本植えてしまうとどうなるか、伸びていった枝を支えることがほぼできなくなります。まあ誤解がないように言いますと、でかいアーチであれば問題ありません。ただ私の経験上、市販で売られているもの、ホームセンターや通販で売られているようなものはかなり小さなアーチだと思ってください。またつるバラは剪定によって小さくコンパクトにすることは可能なんですけど、その本来のポテンシャルを引き出すことができません。バラアーチに満開に咲く想像とは程遠い結末になってしまうでしょう。つるバラをアーチやオベリスクにつけたいと思っている方、今一度ご検討ください。ポイント2番目、つるバラは管理が大変だということ。つるバラは他の種類のバラに比べたら圧倒的に管理が大変です。なぜならば枝がかなり伸びるからです。そう、3メートルも5メートルも伸びる枝を管理しなくてはいけません。そしてこのつるバラ、つるという認識で朝顔やクレマチス、あとは野菜ではキュウリやゴーヤみたいに植えておけば勝手にネットに張っていくっていうものではありません。自分から絡んでいかないんですよね。となると伸びた枝は人が人為的に誘引、くっつけてあげないといけなくなります。例えばそれが小さなアーチやオブレスクの場合、もうこの誘引作業をするだけですごく大変です。また長く伸びる枝であったりするので、うまいことを曲げれません、曲がってくれません。剪定や誘引作業は楽しい反面、作業量が多いとやはり苦痛になります。またつるバラ長く伸びることにより枝がたくさん出ます、イコール葉っぱもたくさん出ます。
イコール病害虫へのリスクは高くなります。薬剤散布も小さなバラに比べたら3倍も4倍も量がいります。また高いところに薬剤もかけたりするので、周りに飛び散る、自分にかかる、そういったリスクもたくさんあります。ツルバラを育てたいならそれなりの管理、これは覚悟はいるかなと私は思います。ポイント3番目、ツルバラという言葉に騙されないこと。矛盾してしまいますが、ツルバラ、アーチやオベリスク使うことはできます。ただこのツルバラっていう表現自体に問題があるのかなと思います。実際のところツルバラの中には長く伸びるツルのものであったり、短くしか伸びないというツルバラももちろんあります。日本語ではツルバラというとある程度総称になってしまいますが、半ツルバラという種類があります。半ツルバラはこのように3メートルも5メートルもいかない、2メートル前後でも抑えることができる種類になります。また呼び方を変えて英語で呼んでみるとしっくりくると思います。英語でツルバラのことはクライミングローズと呼びます。クライミング、そうです、登っていくバラなんです。そして半ツルバラのことをシュラブローズと言います。しっかりとクライミングかシュラブかっていうのは住み分けできてるんですよね。ですのでバラアーチやオベリスクに絡ませれるバラというと、日本語では半ツル製のバラ、英語ではシュラブ系のバラ、こちらを使っていただければ市販のアーチやオベリスクでも綺麗に咲かせることは可能です。というわけでここから先は実物を踏まえてバラアーチ、オベリスクに適したバラ説明の方をしていきます。では早速いきましょう。はい、ということでツルバラの回です。よろしくお願いします。鶴瓶さん、よろしくお願いします。さて来ました、ツルバラ。はい、ツルバラ、響きがいいですね。はい、なんかかっこいい感があるよね。そうですね、ツルっていうのとバラってなんかかっこいい、かっこいい。はい、ただまあこれツルバラツルバラっていうのもまあ呼ぶのをやめていくのがいいんじゃないかなとも私は思いますね。はい、まあ、ここはあえて知ったかでもいいんで、はい、クライミングローズっていうツルバラっていうので認識してもらうと逆にすっきりするかもしれない。はい、うん、クライミングでいいのか、その半ツル、いわゆるシュラブっていう言い方するとシュラブでいいのかっていうのは英語だとはっきりとこう住み分けできるけど、日本の場合だとツルっていうので片付けちゃうことが多いよね。はい、短く出るツルもツルバラだし、長くてもツルバラだから、はい、ツルバラでいいですってなっちゃうと、初心者の方が選ぶときに、あ、じゃあツル状で出るから何かに巻きつけたいってなったらツルバラを選びましょうというので入ってきちゃって、あとは花の形見て、あ、これ素敵だね、じゃあこれ売りましょうってなるんだけど、本来のツルバラは例えば個人亭で僕ら行くじゃないですか。はい、行って壁面をガンって切ってるやつ、はい、例えばもう今だと黒田亭ね、はい、ご存知の黒田さんのところの庭の見てもらうと外壁にグワーンって出てるじゃん。はい、あのポテンシャルがツルバラです。であれを市販のアーチで抑えることはほぼできないです。うん、うん、外壁にガンってやりたいっていう人は別にツルバラでいいと思うんだけど、はい、そうでなければツルバラ、いわゆるクライミングローズっていうのは少しね考え直した方がいいというふうに思います。はい、じゃあどういうバラがクライミングなのかっていうので、はい、ここにちょっと持ってきております。ここはね、まあ、メーカーさんによっていろいろな表記が違うのでラベルなんともなんですけど、ここはもうここほらちょっと穴開いちゃってるけど、クライミングローズって書いてあるね。はい、素晴らしい表記が、クライミングでツル書いてますね。3メートル、はい、これ3メートルって書いてるけどアンジェラもっと伸びますよ。5メートルぐらい伸びる。個人的な渡辺さんのところのアンジェラすごいもん。まあ、平均的なってことですよね、これ大体。そう、そう、これは地域にもよるんで、はい、なんとなくで覚えてください。でこれも有名なヒールドロンサール、ロンサール、これクライミングです。はい、はい、これも3メートルって書いてありますけど、もっと伸びますと。はい、はい、これまあオールドローズっていうのはまあ昔のバラっていうことなんですけど、はい、ここランブラー、ランブラー、うん、ツルバラって言われる中にね、英語だとそのクライミングとは別にランブラーローズっていうまたカテゴリーがある。はい、これランブラー何かって言ったらクライミングよりももっと伸びる、5メートル以上とか伸びる系統のバラをランブラーって言ったりします。なのでランブラーローズ使うって言ったらもうここ全部バラにしたいって言ったら、あ、じゃあランブラー系の方がいいんじゃないっていう表記。あとはなんかランブラーは基本なんか花がちょっと小さいとか枝が柔らかいとかっていう特徴がまあ中にはあるんですけど、ランブラーローズっていうのもまあかなりでかくなるバラだという形で覚えておいてほしいなと思います。これでちょっとねツルバラの性質っていうのをなんとなくふわっと覚えておいてほしいんですけど、ツルバラっていうのは案外とねよく伸びるツルバラって花があんまり咲かない。はい、あんまりっていうのは四季咲きで常に咲いてるバラではないってこと。なので割とガーンっていうでかいところで一面に咲いてるバラって一季咲きっていうバラが多いんですよ。
はい、いわゆる春しか咲かないバラの方がより枝が伸びる。バラ自体はバーンって花が咲くじゃん、咲くと枝が伸びるっていうのを止めるんですよ。なので四季咲きって咲けば咲くほど枝は止まるんですよ。これ出る性質ももちろんあるんだけど勢いよくはいかない。ただ一季咲きは年で一回咲けばいいっていうバラなんで、一発だけバーンって咲いて後の数ヶ月間は生育に全て当てるんですよ株の。ってなってくると咲かずに伸びるっていう枝が多い。むしろ体力があるんでどこまででもこう枝を伸ばしたろうみたいな感じで伸びていけるっていうバラが多かったりするんで、長くより伸ばしたければこの一季咲きっていうのが逆におすすめ。あんまり常に咲いてるようなバラだとそこまでやっぱ伸びないかなっていう印象です。四季で常に咲く方がいいよねって思いきや案外一季咲きの方が遠くにまで持っていけるっていうメリットがあったりするんで、それも覚えて、まあ、一季咲きにするのか四季咲きにするのか選ぶ基準としてもらってもいいかなと思います。はい、というわけで、まあ、ここから先は実物の、まあ、大体お店とかで売ってるんじゃないかクラスのバラアーチとかオベリスク、はい、この辺を見に行きたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、というわけで来ましたバラアーチです。バラアーチ、はい、あんまり展示がなかったんで、まあ、参考までに程度で見てください、はい、ここにありますね。これバラアーチ、これが多分間口が150とか60だと思います、はい、で高さもまあ2メートルぐらいかな、雰囲気これぐらいのアーチがまあ標準ぐらい。むしろもっとコンパクトなやつだともっと低くて狭い、幅が90とかっていうのも、あのもしかしたら市販品であったりネットで売ってるかもしれない。ただこの間口とこのアーチクラスだとつるバラだと、まあ、ほぼ無理です。これ本当ですか。これでも、はい、うん、これでそうです、こういう印象なんですよ。これでも無理なんですよ、はい、全然ダメ。マジっすか。全然ダメ。足らない。足らなすぎる。ここに植えるじゃん、横に、はい、ね、横に植えてバラアーチでビューっと行きますと、はい、で本当にこういう風にガバーってなりたければこっち側とこっち側にも植えるんですよね。はい、でこっちとこっち植えてガーッといい感じでここの辺で重なり合う、止まるぐらい、これが理想的なんですけど、はい、クライミングローズはもう5メートルクラスに地植えだと言ってしまうとなるとビヨーンってきて、極端な話ここまでいけるぐらいの長さは U で出る、はい、1個からこっちまでいける。ただバラの性質上とか、まあ、植物ね、上に伸びたい性質なんですよね。みんな下に向かって咲こうとはしない、うん、しだれ桜とかしだれ梅ぐらいしだれ系でない限りはだいたい上に上にっていくのね、はい、ってなるとどうなるかって言ったらヨーンってきたバラは上に向かっています。こうやってこういう、はい、こっちから来てもこっからもこういう風に上がっちゃいます、はいはい、で上に咲きます。なのでここの壁面、多分つるバラでやるとこれぐらいまで花極端なやつつかないかもしれない。あ、ちょっと不格好になっちゃうってことですね。この上でモヒカンみたいに両サイドから刈り上げてきてのこの上のモヒカン状態でグワーンって咲くんでモヒカンアーチを通りたければ、まあ、それでもいいかもしれないんだけど、みんなここから欲しいじゃん。そうですね、この下からここの目線ぐらいにガーってやる、うん、それでやっとアーチって感じ、ね、アーチをくぐりたいじゃん。まさかの見上げたらもう光が伸びてたらそれはそれはおもろいけど、はい、無意味じゃんこれ、はい、あのそうですね、もったいない。アーチである意味がないっていうのはなのでクライミングローズはこういう市販のバーアーチでこれでも2万ぐらいするのアーチ、はい、2万円、はい、2万円クラスのアーチはとってもじゃないけどまかないきれん、はい、値段で言ってしまうとあれなんだけど本当につるバラをなんとかしようぐらいのアーチだと、はい、まあ5万は超える。あ、そんなするんですね。ぐらいのクラスじゃないと、はい、もう全然収集がつかなくなってしまう。その5万ぐらいのアーチって自分で設置できるんですか、うん、もう外交とか頼まないと。まあそういうクラスが多いね、やっぱり、うん、だ分解ができるっていう時点で、はい、まあ、かなり貧弱なわけよ、はい、うん、継ぎはぎ継ぎはぎが多いともろくなっちゃうんで、ごついアーチとかでかいアーチは継ぎはぎなしでパイプでビューっていきたいんで、はい、そんなんなかなか通販で運べんじゃん。そうですね、はい、そうなので特注とか、まあ、そういう専門のところももちろんあるんですけど一般的なところだとまずないかなというクラスです。じゃあこれよりもちょっと大きめのアーチがあったんでそちらもちょっと見てもらいたいなと思います。はい、じゃあ続いてのアーチでかくなりました。 2.5 メートルぐらいありそうですね。
で横幅も、まあ、2メーターぐらいあるんじゃないかなこれと思いますね。はい、これぐらいのアーチをつけてもつるバラ1本こっちにやったらモテ余すと思う。すごいっすね。このアーチを多分3連結ぐらいしてもいいと思う、こっちに。もう1個か2個使って、はい、ここの幅も広くしてグワッていうアーチであれば、はい、つるバラ、はい、ピエドロンサールみたいなちょっとガーっていくと、まあ、すごいそれこそ見事な、はい、アーチになると思うんですけど、そんな家なかなかないよ。怪獣クラスですね。怪獣怪獣クラス、怪獣クラスです。なのでアーチってやっぱお金もかかるやん、これで、はい、このでかいのを作るってなったら、はい、お金かかったりしてなかなか現実的ではなかったりするんで、つるバラどういうところに使うかって言ったらやっぱ外壁だよね、はい、家の壁面は結構空いてるじゃん、まあ、例えばこのログハウス、こういう外壁だったら面がめちゃめちゃあるじゃん、はい、高さもあるし、はい、こういうところに誘引してあげてガバーっていう感じにすれば、はい、まあアーチを買うとかっていうこともなかったりするんで、はい、割とこういう家につけるとかっていう人たちは多いですよね。壁やっぱ傷つくんですかね。傷つきます。あ、やっぱりそう、あの外壁をこれね、問題がいろいろ、問題ってわけじゃないんだけど、考え方とか家の構造にもよると思うんだけど、杭打つのが嫌だとかっていう人たちってまあまあおるんだけど、なんか聞いたところによるとそう思うのは日本人ぐらいらしくて、はい、あの海外だと平気にこう打っちゃったりなんかする。で今のどうだろう、まあそれも家によるのかな、やっぱそんなにやわじゃないんで、はい、ちょっと穴あったぐらいで腐ったり水漏れするとかってないんで、割とこうつけれたりはするんじゃないかっていうところが多くて、やってるところはもう平気でやっちゃう。不安であればなんか窓枠の木の部分だけに打つとか、うんうんうん、打てるところにあの誘引線を作って、まあ、ワイヤーかなんかで引っ張ってってあげる。でそこにこうつけてってあげるみたいな感じにすれば、まあ、家に直接打ち込むっていうことがなくできたりもする。あとはこういう、こう、これぐらいのパーゴラとかあるといいね、これ。おお、でかい、こちらは、うん、これぐらいのパーゴラがあれば、つるバラが、2本3本あってもグワーってなってめちゃめちゃかっこよくなる。だけど言ってこれぐらいよみたいな、ちょっとつるバラはアーチ市販のにするにはきついかな、うん、残念ながらきついです。じゃあちょっとオベリスクの方いきますか。はい、オベリスクの方を見たいと思います。さてオベリスク編です。まあオベリスクっていろんな形と形状があってあれなんですけど、例えばこの辺も一応オベリスクって呼んだりします。これ円錐型で、こういうところにつるが絡ませれるみたいなね感じの資材がありますと。ダメ、これダメですか。全然ダメこれでつるバラなんかやっちゃ絶対ダメ、はい、あの今すぐ外してください。今すぐ外してください。これの剪定で押さえるとかでもやっぱ無理ですか。ダメです剪定で押さえてグワーって伸びたやつをここの小さく毎年できることありますよ、はい、あるんですけど、つるバラって基本的には遠くに伸びて咲きたい子たちなの。ああ、そういうことですね。近くで咲こうっていう性質じゃないので、常に常に切り戻しても花が咲かない、逆に花が咲かない枝ばっか出るその永遠の繰り返し、微妙っすね。ちょっと超微妙でしょ。だったらコンパクトで咲く方がいいじゃん、はい、っていう感じになっちゃうんで、つるバラはやっぱ このクラスだと市販のこういうワイヤー系は NG だと思ってください。ほぼ100% とも言わんけど 98% から 9% ダメダメ、残念、はい、こういう草花系のつるには最適ですけど、はい、木にするっていうとちょっと無理です。じゃあどういうのがあるか。はい、じゃあオベリスクですね。ちょうどオベリスク、スモールオベリスク、ローズオベリスクなんていうのがあるよね今ね。あ、つけちゃった。へえ。いやいやいや、大丈夫。これだけで見ると、あ、これつるバラにええやんってなるやん。まあ、ローズって書いてありますからね。そう、これはね、第一ビニールさんが悪いっていうわけではないんだけど、はい、まあ、こういう表記で出ちゃうものもあるってなってくると、つるバラ優先じゃなくてサイズを優先しちゃう。この場合だと、はい、ローズオベリスクのこれリング径が40センチとリング径が25センチがありますと。両方とも高さが200センチくらいあると。径が大きいか、まあ、小さいか、これで選ぶと思いますよ、はい、お客さんの心理としたら。まあ、40だとでかいかな、25でいいかな、うちはってなるじゃん、はい、これはおうち都合でやるじゃん、バラ都合ではないよね。クライミングは
何にしても大きくなりたいんで、つるバラはこの両方どちらがいいかって言ったら、まだこちらの40センチと220っていう方がええんですけど、基本的なクライミングで言うとこれだと全然足りん。はい、じゃあこういうオベリスクにつるバラを植えると、まあ、どういう感じになるかっていうのが具体例としてありますんで、こちらを見てください。じゃん、はい、ダメな例があります。はい、はい、オベリスクにつるバラ、これがですね、こっちがプリンセスドゥモナコっていうののつるタイプのクライミングローズで、こっちがアンジェラ、先ほど紹介したねクライミングローズです。はい、どうなるか見てくださいよ。これボンボンに暴れてるでしょこっち。はい、上に爆発、はいはい、下はなんとなくこう抑えれるんだけど、こうやってグリグリやったり、結局伸びたいのはつるバラはこうやってギュイーンってギュイーンっていくよ、これギュイーンって、はい、行くんで、結果こういう風に暴れちゃう。はい、うん、モヒカンじゃなくてこういう風な感じ、 Y ですね。 Y 不格好やん、これもストレートで来て Y みたいな。うん、うん、オベリスクってこういうロケット状に仕上げて花がつくのがかっこいいのに、結果上にこういう風になってこっちに花が咲いてここにあんまりつかない状態になる。はい、まあ、こっちもしっかりですね、こういう風になってしまう。割とつるバラの性質で伸びるつるバラは特になんですけど、木が硬い、はい、枝が硬い、まあ、これ見てください、こんな立派な枝があるよ、これドリッパじゃん、かなり太い、ね、1.5、うん、そうだね、ぐらいあります、1.5 ぐらいあるよ、こっちもそう、はい、ほらめちゃくちゃいい木なんですよこれ、はい、枝、はい、ただこの木を曲げれますかっていうところ、ロケットにぐるっと巻螺旋で巻くといいよなんて言ったりするんだけど、はい、いや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 折れるよみたいな、そうちょっときつそうですね、もうこれだって曲げれないもんで、まあ、直立立ちしちゃってるよこれ、はい、こういう風にならざるを得なくなる、はい、でこっちのバラもそうです、もう枝が太すぎちゃってこんな細い径で巻いていけないんですよ、うんうん、ってなってくると本末転倒で枝が出なくて細い枝から花が咲かないってなってくると、結果ここに花はつかないんですよ、ここにつかないんです、こっから伸びるところにつく、はい、負けないってなってくると、ここは空洞で上に Y の字で咲くというアート作品ができます、はい、なんでなんていうの、芸術作品作りたい人はいいよ、はい、岡本太郎作のさ、はい、太陽の塔みたいな、こういう大阪万博の自宅で万博やりたい方は、はい、ぜひともここスカスカにして、はい、上にヒューってやるこれを狙ってやってますっていう感じでつけるんであれば、クライミングローズにオベリスクでもいいと思うんですけど、はい、ほとんどの方が太陽の塔を作りたいと家では思わない、はい、あれはなんかああいうとこだからいいのだって自宅に太陽の塔建てたらちょっと嫌でしょなのでほぼ市販品のオベリスクやアーチではクライミングローズというバラは適していませんというところで、これ認識ください。じゃあ市販品つるバラつけれないじゃないかという方多いと思います、はい、そんなことありません。説明でもあった半つる性シュラブ、こちらを使っていただければしっかりとコンパクトに抑えることができるっていうところで、まあ、市販品のアーチやオベリスクに最適だろうっていうシュラブ系のバラ、まあ、こちらをちょっと紹介したいと思います。というわけでクライミングローズ、市販のバラアーチとかオベリスク、まあ、合いませんよっていうところでシュラブ系、まあ、こちらをおすすめしたいなと思います。じゃあ、 まあどういうものがあるかなんですけど、今ね実際問題はクライミングローズよりもやっぱねシュラブの方が使いやすいとか日本のお家には合うっていうところで、いろいろなメーカーさんとか育種家の方たちは、まあ、長くてシュラブ系、クライミングはなかなか作ってる人いないですね今、はい、よりコンパクトにコンパクトになってきてるんで、割と家庭では選びやすいのかなっていうふうに思います。まあ、その中でも、まあ、おすすめというのかな、まあ、この辺どうでしょうっていうところいきましょう。まずはじゃん、これはデイビッド・オースティン・ロージスですね。はい、はい、来ました、ジェレン・クレア・オースティン、クレア、クレア、はい、いいですね、オースティンの名前ついてますよ。でこれですね、中ぐらいのつるバラ4メートルって書いてあるね、はい、4メートルってすごく長く感じるじゃん。感じますね、うん、はい、長く感じるんだけど、まあ、このクレアオースティンってかなりね枝が細い、はい、で柔らかい枝なんで誘引が簡単にできるっていうところと、まあ、これ、ね、イングリッシュローズ全体的に言えるんですけど、イギリスの方の育種っていうのかな、環境でやってるんで基本メインは、
日本の団地って暑すぎるんよ。暑すぎるとどうなるかって言ったら樹勢が弱くなって本来のバンバン出るっていうやつも出にくくなったりするんで、割とイングリッシュローズ系のつるばらみたいな凶器があるものっていうのは団地だとほぼシュラブとして使えます。なるほど、裏技があります、はいはい、というところで、まあ、一応持ってきてみました、はい、まあ、人気があります。で割と切り戻してもよく咲く。イングリッシュローズは本当四季咲き性がめちゃめちゃ強いんで、四季咲き性強いっていうと伸びが少なくなるんで、割と咲かしちゃった方がコンパクトに留めれる、こういう特性があったりするんでこれ使えますと。あとはジェルンガードルードジェキル、はい、これが 1.25 から 1m、 だいたいオベリスクとか市販のバラアーチで良さそうだなっていうサイズ感はだいたい樹高が 1.2 とか 1.5 ぐらい、これぐらいになりますよっていう記載があるバラは、まあ、ほぼ適してます。というわけでこのガードルードが 1.25 って書いてありますけど、これね実はうち植わってて、はい、北側で植えてあるんですけど、朝日が3時間ぐらいかな、午前中2時間から3時間当たってもで日当たりあんま良くないんですけどバンバン咲きます。おお、いいですね、うん、でちょうどあそこの市販の大きいオベリスクぐらいで一番ちょうどいいぐらいのサイズ感になっていったりするんで、まあ、この辺全然使えますと、はい、いうところ。じゃあ国産苗木、じゃん、2つ、はい、2つ、まずこちらね、ジューンオデュッセイア、はい、はい、ロサオリエンティス様から来ました。この樹高が 1.5 から 1.2 のシュラブ、はい、直立立ちと書いてありますね。 1.5 ぐらい伸びるって感じなんだけど、大体は目安で僕の感覚的にはもっと伸びます。伸ばそうと思えば伸ばせるっていう感じで思ってください。 1.5 っていうと僕より身長低いんでバラアーチとかだとこの辺で止まっちゃうんじゃないかと思いがちですけど、平気で2メートルぐらいまで伸びます、伸ばそうと思えば、はい、それぐらいまでポテンシャル引き上げてった方が感じよく咲いてくれたりするんで、これは人気種。色と形最高やん、これオデュッセイア。もう出た当初からめちゃくちゃ人気あるな。これ香りもめちゃめちゃいいんや。これ見たことない、ね、この紫っぽいような、これはね名前がいいね、オデュッセイア、はい、ホンダのオデッセイってあるじゃん、はい、車、車、はい、あの言語もオデュッセイと同じ。あ、そうなんですね。そう、冒険に出ようみたいな感じ、コンセプトが。なるほど、これも冒険機から来てるだと思う、確か。なんでまあこれホンダのオデッセイに乗ってる方はもう絶対にオデッセイを育てんとかね間違いないコラボすりゃいいのにねホンダのオデッセイとは割といいと思うよ。でもう一つ、はい、じゃん、フランシス・ボーネット、はい、うーわー、これも繊細よね、花が。イングリッシュローズに負けないよねこれね。中がピンクで外から白い、うん、アプリコット、はい、割と新しい品種だと思うんですけど、これが樹高が 1.8 から2メートル、はい、ツルバラとして、育てるのは初心者向き、はい、でこのフランシス・バーネットは結構耐病性が強かったと思います。今ロサオリエンティスさんは耐病性っていうのを結構特化してやってるんで、やっぱツルバラとかシュラブ系って他の木立ち性のバラよりも葉っぱの数が多くなってくるんで病気になるリスクって高いよね。で薬剤散布ってやっぱり初心者の方もあんまりやりたくないと思うんで、今はこういう耐病性があるすごく使いやすい種類っていうのが増えてきた。プラスやっぱりね、繊細さが花にあるよね、うん、これは育種家のセンスだと思うんだけど、ロサさん、ロサさんだって言っちゃったかな、ロサさんロサさん、はい、まあ、いや、ロサさんのあれはすごく綺麗、繊細なものが多いね。あとセンスがいいね、名前も。でもう一丁ね、今年かな、シルクロードっていうのが出てるんだけど、はい、ロサオリンテスの、これがねいいんだよ、めちゃめちゃ、はい、すごくいいけど買えない。え、人気すぎてすぐ売り切れちゃう。もう売り切れてる今年手に入らないんじゃないかな、ね、ネットでは出てるんだけど、はい、バラの家さんで、はい、もう売り切れ状態で、はい、多分数も少なかったのかなっていう印象なんですけど、耐病性がそれもめちゃくちゃ強くて、耐病性が強いっていうバラ今まであったんだけど、やっぱりこの繊細さとか綺麗さっていうのが、美しさっていうのが伴ってこなかったんだけど、もう本当にね、ロサオリエンティスのちょっと最新品種はまあ要チェックが必要かなと思います。すごいっていう、まあ一応何が言いたいかっていうとシュラブ系ね、はい、うん、っていうバラを使っていただければいいかなと思います。まあせっかくなんで、はい、ちょっと一丁植えときますか、はい、バーネットいきますか。バーネット、はい、フランシス・バーネット、はい、こちらの方をちょっと植え込みの方をしていきたいと思います。はい、というわけで植え付けの方をしていきます、はい、でクライミングとかシュラブ系、まあ長く伸びる系ですね、
もし不安であれば最初の1年とか2年は鉢植え、はい、うん、しとけば植え付けるのは後からでも問題ないので、様子を見ながら、あ、これだったらいいなと思って地植えするとかっていう感じで待機を鉢でさせるっていうの、まあ、最終的に鉢だけでももちろん問題ないので鉢植えを割とおすすめします。では今日ちょっとこの鉢、はい、鉢をもう一回り二回り大きい鉢に植え替えたいと思います。使う鉢がチョルーン来ました、レッドボット、はい、新色、まあ、2サイズあります。これが8号のロングサイズですね、はいはい、この大苗系統で入ってる鉢っていうのはだいたい6号鉢ぐらいね、これね、まあ、カクカクしてるのであれなんですけど6号鉢ぐらいなんで、まあ、軽く2回り大きくなるっていう印象で、ロングポットの方割と土が入りますんでね、植え替えてもらって多分1年か2年ぐらいはこの鉢のままで全然大丈夫と思います。さあ色どっちいっとこうか、純平さん、やっぱ花の色合わせてピンクです、ね、こっちピンクじゃあピンクでいきましょう、はい、植える土です。土はこちら、おーちょん、はい、草花のバイト、はい、にプラスチュロン、はい、赤玉土小粒、はい、これをブレンドしていきたいと思います。座って、まあ普通の培養土かバラ用の土っていうのがいろいろなメーカーさんに出てます。まあバラ用専用、これではもう問題はありません今の下り逆だったな、培養土でも大丈夫ですバラ用の培養土でもう大丈夫ですね俺どんだけ信用してないんやって話だねどんだけ信用してない、バラ用の培養土の方がいいかもしれません、はい、あの培養土でこのブレンドでも大丈夫です、はい、ただこれ入れてください、来ました、来ましたピンクの可愛いパッケージ、はい、元肥です。初期肥料の元肥、地植えの場合は有機肥料をおすすめするんですけど、鉢の場合は土質っていうのが植え替えっていう作業があって変えることができるんで、そんなに土を傷めるとかっていうのはありません。むしろ化学的なもので効果的に使ってあげた方が早く成長させることができるんで、割と化学肥料でも問題ありませんと、はい、入れ方があります、はい、一流、あ、間違えたいきなり一流一流言っちゃった、これカットしないですから、あ、しないこれで一流って出ちゃったそうですね、心の声が出るみたいな、先走っちゃったちょいでも一流って出ちゃった一流二流三流になっちゃう言っときましょう、今年も、はい、シュラブシュラブシュラブローズに敬意を称して、シュ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 ラブ注入なんてくるかなと思ったらあーちょっと構えてた、はい、もうねシュ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 あったじゃん、はい、あれだったドドスコスコスだった、ドドスコスドドスコスコスコってあったから、はい、ラブ注入ってあったよ、はい、もうシュラブさ、はい、ハンツルとかもう呼びにくいからさ、はい、シュラブで覚えてほしいんですよ、はい、シュラブって言うと馴染みないじゃん、まあそうですね、なんかシュラブシュラブシュラブ意味やってないと分かんないから、ね、そうシュラブシュ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 ラブ注入これやると、はい、多分このフレーズがねずっと頭に残るんですよ、はい、なってくるとラブ注入ね、シュラブねそう覚えやすくなると思います、はい、というわけであのラブ注入で戻りの方を入れてください、はい、じゃあこれ混ぜ込みます、よし、じゃあこちらに植え付けていきます。まずはこれね土から出すんですけど、この大苗っていう苗はこの鉢で育てたわけではないので根が張ってません。開けるとガラリと崩れます、よっぽど、ほら、ドカン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 、はい、こういう風になりますと、はい、うん、で、まあ、これ僕の場合ね、僕の場合というかおすすめは、はい、この土も使いませんかっていう質問多分来ると思うんですけど、はい、実際は使えなくはないと思うんですけど、はい、まあ、あえて買う必要もないので、はい、ここは新しい土、はい、クリーンな土を使ってあげた方が、まあ、バラの根っこには優しいかなと思います、はい、買ったところがすごく信頼があるところであれば
この土っていうのも問題はないと思うんだけど、はい、知らなければどんな土が使われてるか分かんないの、はい、正直疑ってはいけないんだけど、はい、まあ、疑いの目も必要かなと思います、うん、ってなったら新しい土で最初から行きましょうっていう方が間違いはない。これあるあるでさ、たまに質問が来て答える時もあるんだけど、はい、まあ、ロサオリンテスは問題ないかな、はい、デビットオーシンも問題ないかなって言いたいところなんだけど、はい、これはメーカー直販でやってるところと、はい、仲卸から買ってるパターンが あるのね。問屋さんがオーナーを植え付けて出荷してるパターンと、メーカーさんが自分のところで植え付けて出荷してるところって2パターンか3パターンぐらいあって、全部同じ土ではないんです。これデビットオーシンの鉢植えが、まあ分かんないですけど、北海道にあります、九州にもあります、近畿地方、関東地方ありますと、同じ土使ってるかって言ったら多分ほぼ違うと思います。あ、なるほど、うん、その地域で下ろしてるところっていうところが自分のところで植え込んでやってるパターンが多いので、そうなってくると土質がどれも一緒ではないので、そのままでいいっていうところもあるんですよね、はい、確かね、デビットオーシンの本社っていうのかな、あそこからやってるやつはだったらなんか1年ぐらいこのままでもいいっていうのを聞いたことがある、うんうん、ただそれはそこで買ったやつであって、イングリッシュローズが全てそうではないかなと思ったり私はしますというところね。でこれですね、根っこが粗く出てたね、はい、根鉢でついてなかったんで、割と隙間にしっかりと入れてあげないと下で空間ができちゃうことがある、はい、うん、なので徐々に徐々に足していきながら芯を持ってこういう風に入れたり、はい、出てくるやん、こうやって、はい、しっかりとこう隙間隙間に根っこのね土を落とし入れてあげてから植え付けてあげた方が、根っこのこの下で空間ができて空気にさらされると根っこってすぐ傷む。で大苗の根っこって強いと思いきや結構弱い、特に初期段階だ。初期段階にいくら太い根っこでも乾くと一発アウト、はい、ぐらい、実はこの大苗の植え付け自体は乾かさない、はい、これが一番大事で、ここの台木の部分ですねはしっかり出してあげる、はい、埋めすぎないね。これも国産苗ならではの注意事項になります。しっかり出してあげるね、ここね、はい、よいしょ、 OK、 はい、はい、っていう形で植え付け自体は終了完了です。でこれ植え付け直後はお水をたっぷりあげて、ここも根っこを乾かさないっていう作業、まあ、これを早急に速やかにやってほしいなと思います。でこのように鉢植えであればまず移動ができるっていうところ、もし長くなりすぎちゃって自分のところで持ってるオベリスクとかアーチに合わない場合は、冬場剪定の時期とか葉っぱが落ちた時期で全部ほどいてあげて取ってしまって、まあ、違うものに巻きつけたりっていうのができますんで、まずは鉢植えで管理してみて様子を見るっていうのもいいかなと思います。あと将来的にですけど、バラアーチに横ね、サイド鉢にすると高さが出るじゃん、ここ、はい、ね、これだけでもまあ20センチぐらいはアップしてます。これは陶器鉢の50センチぐらいのちょっと大型の陶器鉢にバンってバラ植えてもらって、バラの横に植えてもらうと、割とこのシュラブっていう系統じゃなくても木立ち性のバラ、いわゆる1メートルぐらいのバラとか 1.2 メートルぐらいのつる性にならないバラでも、高さを鉢で上げてあげればバラアーチの壁面とか上の方まで持っていくことも可能だったりします。っていう工夫次第で市販のバラアーチは木立ち性でも、まあ、シュラブ系でもよっぽどいけますんで、とにかくつるバラ、クライミングローズ、ここだけは注意ください。というわけで今回のカメくんがでチャンネルはつるバラを特集しました。よかったかな、参考になったかなと思うので、ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなた好みのつるバラ、クライミングローズありましたらコメントの方をたくさんください。カメくんがでチャンネルではこのように園芸初心者が抱きそうな勘違いしやすいこと、こちらを解決していきます。参考になりましたらチャンネル登録ポチッとお願いいたします。この後は大好評の余談です。マークトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて来ましたね、ラブ注入が注入ですよ、これ楽しんご楽しんごってさ、はい、名前めっちゃ好きなんだけど俺よくないいいですね。なんだ楽しんごだよ楽しんごこんないい名前ないなと思ってね、はい、
あれだって今なんだっけマッサージだったっけ、なんかそうですね、マッサージの人になってますよね。なんかあんまテレビとか出なくて、もう出なくなっちゃったけど YouTube では見たことあるんですけど、あ本当なんか結構成功してるって聞いたけどね。いやでもものすごく昔と路線が違う気がします。あこれやってない、なんか最近そんなんじゃないですか。こういうあれはキャラだよね。最近もう荒々しい荒々しい男が出てきた、なんか男感、ああいいね、かっこいいもんね、はい、顔もね。そうですね、あとちょっとマッチョといいですか。あ確かに確かに確かに、はい、体ごついね、はい、よしじゃあ俺はタノシンゴを引き継ぐかシュ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 ラブ中にドキュンドキュンおじさんドキュンみたいなシュラブみたいな、これでみんな覚えたでしょうもう鶴原なんか言わせないシュラブ、あシュラブいいですね、うん、シュラブみたいな、ラブだよ、シュラブかぶせるかぶせるシュラブ、シュラブとラブ、そうですっていう形で、まあバラって結構専門用語があったり、割となんかぼんやりとみたいな感じ、うんうん、で勘違いされがち、まあ、あとは、まあ、言ってしまうと良くないかもしれないんだけど、はい、売る側の売る戦略っていうのがある。ほう、割と抽象的な表現を使ってしまいがち。なるほど、わかるでしょ、そっちの方が買ってもらえそうじゃんですね、言ってしまうと。確かに、うん、悪いなそりゃだけどこれは戦略であって間違ってはない、うんうん、ね、バラーチにつるバラ使ってください、この表現の仕方は間違いではない。なのでこれがダメとかなんかっていうのは、まあ、そう否定しないんですけど、初心者とかに対してはちょっと優しくない、割と何がいいですかって言ってくる時点でもう初心者なんですよ。確かにそうですね、バラアーチに何がいいですかとか、うんうん、鶴バラ持ってきてアーチってこれでいいですかとかっていうのっていう時点でもう初心者なので、バラアーチに何がいいですかとかっていう質問が来たら、はい、シュ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 店員シュシュシュラブ注入やべえ店員来ちゃったよみたいないやいいっすみたいななりますよねなりますよそれはこれこれとかうっとうしいよ店員が来たらね、これですよこれうわ気持ち悪い俺ここで買うのやめたみたいな園芸店の皆さん気をつけてくださいいやでもやってほしいですけどね、やってほしいね、はい、それぐらいインパクトな強烈なさ、はい、ことがない限りはさ、勘違いって治らない可能性があるの勘違いを治すために皆さんやれましょうこれであの客さん来なくなかったからって僕のせいじゃないからね、園芸店の皆さんはクレームを入れるのやめてくださいよ、はい、今後もいろいろな情報を亀井くんがチャンネル流していきたいと思いますので、よろしければお付き合いくださいませ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。